家族のために大儲けして一日も早く広島に戻らんといけんなと、二人はブラジルに出発した。伊勢正臣の国際派日本人養成講座第396回、ブラジルの大地に根付いた日本人。今日1、オブリガード、ありがとう。テキサスのダラス空港について、サンパウロ行きの飛行機に乗り換えるには一度米国への入出国手続きをしなければならない。入国審査で日本のパスポートを見せ、サンパウロへの乗り換えですと言うと、ブラジルに住んでいるのかと聞かれた。いや、出張ですと答える。手荷物検査でまたパスポートを見せると、オブリガード、ありがとうとポルトガル語で言われた。ここでも日系ブラジル人だと思われたらしい。しかし悪い気はしない。我が同胞がブラジルで活躍していることがアメリカまで伝わっていると思えば、ちょっぴり誇らしげな気分となる。後で知ったのだが、ブラジルの日系人には日本との二重国籍を持つ人が少なくない。ブラジル国籍では米国ビザを取るのは難しいと聞いたが、日本のパスポートを持っていればビザなしで入れる。日本のパスポートを見せて、ブラジルの日系人かと思われたのはこのせいらしい。しかし苦労して異国の大地に根を張った日系人たちのために、祖国が多少なりとも報いることができているとすれば、これまた喜ばしいことである。2、大儲けして一日も早く広島に戻らんといけんな。それにしてもブラジルは遠い。ちょうど地球の裏側である。飛行機に乗っている時間だけでも二十数時間である。20世紀の初め、日本からの移民は船で2ヶ月もかけてブラジルにたどり着いた。それもインド洋を横断し、アフリカの喜望峰を回って大西洋を渡るというコースである。野村峰夫17歳が妻さよ、弟茂幸16歳と共に移民船に乗り込んだのは大正2年1913年8月のことであった。妻さよとは移民を決心してから慌てて見合い結婚した。ブラジル政府が移民の条件として1世帯3人以上の労働力を要求していたからである。峰夫茂幸兄弟は広島県安芸郡仁保村現広島市の小作農家に生まれた。父母と6人の弟妹で一生懸命田畑を耕しても食べていくのが精一杯だった。そこにブラジル移民の話を聞いた。ブラジルにはアメリカのような日本人排斥もなく、土地も肥沃で日本の日雇い労働者の2倍も稼げるという。お儲けして一日も早く広島に戻らんといけんな、というのがミネオの気持ちだった。ブラジルで数年働いて札束を持ち帰り、父母や弟妹を楽にさせてやりたいという決心である。移民というより出稼ぎのつもりだった。移民船にはこういう人々が527家族1937人も乗り込んでいた。3、着いたの。ついに着いた。ここはブラジルじゃ。船室は回顧棚のようなベッドが並び、それも水田にござを敷いただけである。2ヶ月の航海で赤ん坊が生まれたり幼児が病死したりして、その度に船中は一喜一憂した。10月24日、移民船はサンパウロ近くのサントス港に入港。ミネオたちがタラップを降りながら振り返ると、船員たちが手を振っている。急に胸が熱くなり涙がこみ上げてきた。船にはまだ母国の名残があった。しかしこのタラップを降りると、そこはもう異国なのだ。地面を踏みしめていった。着いたの。ついに着いた。ここはブラジルじゃ。移民たちは列車でサンパウロの移民収容所に送られた。ここに滞在する間に農場を選んで契約をする。出された食事はソーセージと油で炒めたご飯に煮豆をかけたもので、日本人の口には合わなかった。それでも体力を保たねばと無理に喉に流し込む。しかし初めて口にするコーヒーは苦くてとても飲めなかった。ミネオたちはサンパウロの北西300キロほども内陸部に入ったところにあるコーヒー農園と契約した。十数時間も列車に揺られ、迎えに来た馬車に荷物を積んで歩く。馬車の後ろでは赤い土煙がもうもうと舞い上がった。ブラジルの土はなんと赤いんじゃろうの。波のうねりのように見える丘陵の遥か彼方に
燃えるような夕日が沈もうとしていた。4. コーヒー農園。着いたところは何十万本というコーヒー樹が規則正しく並ぶ広大なコーヒー農園だった。レンガ造りのヨーロッパ風の大邸宅は農場主のものだろう。そこからかなり離れた一角に粗末な小屋が十数棟並んでいる。ニネオたちはその一つをあてがわれた。農場での一日は午前4時の鐘から始まる。鐘の音に目を覚まし、朝食を済ませて6時から農作業にかかる。コーヒー樹の下に湧き上がるように生えてくる雑草を取り除くのがこの時期の仕事だった。午前9時と午後2時の休憩時間以外は日没まで働き詰めである。汗を流し疲れ切った体が甘いものを要求するので、いつの間にか砂糖をたっぷり入れたコーヒーを飲むようになった。年が明けて間もなく日本の実家から手紙が届いた。出発の時に病床にあった父親が亡くなったという知らせである。三人は東の空に向かって手を合わせた。涙が幾筋も頬を伝う。実家に残っているのは老母と五人の弟、妹たち。男ではまだ11歳の弟一人である。金を稼いで一日も早く帰らねばという焦りが渦巻いた。一回目の賃金の精算が1月末に行われた。除草の賃金から農場の売店で買った食料や日用品の値段が引かれ、差し引き赤字だった。これじゃいくら働いても金が貯まるどころか着材が増えるだけじゃ。5. どうしても米作りをするならわしと別れてくれ。その後空いている低地を借りて米を植えて自分たちの食べる分くらいは取れるようにするなど努力を重ねたが、1年の終わりの収支は黒字ではあったが、1ヶ月の生活費にも満たない額だった。ちょうど第一次大戦が始まり、コーヒーの輸出が減少して価格も下落していた時期であった。このままコーヒー農園で働いていても飢え死にしないだけで金はたまらない。重幸が言った。兄さん、ここを出たとしてもブラジル人の農場に入れば同じことの繰り返しになるけ、日本人だけの植民地が作られると聞いたが、そこに入植したらどうじゃろうか。二人は130キロほども奥地のリオグランデ川流域の低湿地帯で日本人が米作を始めているという話を聞いて、そちらに移ろうと決めた。米作りなら自信があった。しかしサヨはサンパウロに出て給仕などの仕事で現金を稼ごうと思った。彼女には彼女の帰りを待っている家族がいたのである。サヨはどうしても米作りをするならわしと別れてくれと額を床にこすりつけるように懇願した。わかった。離婚しよう。それがお互いのためかもしれん。ニネオはそれ以上何も言わなかった。別れてからのち、サヨと再会することはなかった。消息を聞くこともなかった。6. 黄金色に輝く稲穂。兄弟はリオグランデ川が目前を流れる、なだらかな傾斜地を借り、まず自分たちが寝泊まりする小屋を作った。泥で壁を塗り、屋根にはカヤやヤシの葉を並べる。それから大人の背丈ほども伸びた雑草を鎌で刈る。刈った草を4、5日放置して、カラカラに乾燥したところで、火をつけるとあっという間に燃え上がる。焼け残った草の根を掘り起こして取り除き、地主から借りたラバでうね立てをする。これでようやくもみをまける。照りつける太陽の下で、滝のように汗が流れたが、物心ついた時から、体で覚えた米作りを思うままにできるのは嬉しかった。やがて稲は順調に伸びて、穂が黄金色に輝いた。その年、ブラジルに渡って2年目の収穫は、利益を上げるほどではなかったが、1年分の自給分は確保し、翌年に希望をつなぐことができた。7. 同じ村からブラジルまで来ているのも何かの縁じゃ。来年の準備をしている頃、別の日本人一家が近くに入植してきた。沖田京一、その妻と幼児、それに妹テル子の4人家族である。ニネオ重幸兄弟と同じ村の出身と分かり、すぐに親しくなった。男手が一人しかない沖田家では耕作面積が限られてしまう。見かねたミネオが言った。京一さん、わしらの方はどうにか来年の見通しは立っているけ、もし差し支えなきゃわしらにも少し手伝わしてくれんかの。京一が支払う労賃の余裕はないけとためらうと、そんなもんは心配せんでもいい。同じ村から
こんなブラジルまで来ているのも何かの縁じゃ。わしらもブラジルに来た時は何もわからんで、広島の人にいろいろ世話になったけ、今度はわしらの番じゃ。二人が沖田家を手伝うようになると、いつしか照子が二人の小屋で食事の世話をするようになった。男だけで暮らしていた二人は照子の料理に心を和ませた。夏の盛りに正月を迎えると、二人は沖田家に招待された。照子が有り合わせの材料で作った雑煮に舌鼓を打つ。サトウキビから作ったピンガという酒を飲む。京一が移民の間で流行っていた歌を歌い出した。ブラジル良いとこ、誰が言うた。移民会社に騙されて地球の裏側に来てみれば、聞いた極楽、見て地獄、こりゃこりゃ、錦飾って帰る日はこれじゃ全く夢の夢。末は番地でのたれ死に、恩差に食われりゃ世話がない。照子は働き者で、昼間は黙々と働き、その後も二人のところに来て炊事洗濯をすべてやってくれた。そんな照子に峰雄は次第に惹かれ、いつしか二人は事実上の夫婦として暮らすようになった。結婚式もなければ披露宴もなし、日本領事館への結婚届けでもしている余裕はなかった。こうして同じ村から地球の裏側までやってきた二つの家族が肩を寄せ合い、助け合って生きていった。8. イーリャグランデ、大きな島。3年目の1916年はまずまずの収穫で、借地料と来年1年分の自給米を差し引いてもまだ余裕があった。次の年には2家族はリオグランデをさらに40キロほど遡ったところにあるイーリャグランデ、大きな島という川中の島に移った。島といっても1000ヘクタールほどもあり、黒い粘土質の土は米作りに向いているとして、すでに日本人移民が入植を始めていた。また同様の開墾作業を一から繰り返す。しかしここでの稲の発育はずっと早かった。土地が肥えていたため、雑草が抜いても抜いても生えてきた。雑草取りは単調できつい作業だったが、それが米の増収につながると思えば楽しかった。もう一つ喜ばしい出来事があった。照子に子供ができたのである。故郷に錦を飾るためにも、生まれてくる子供のためにも頑張らんやいけんな、と峰雄は思った。11月の雨季に入ると稲穂が黄金色に輝き出した。丹精込めて育てた稲が豊かな収入をもたらそうとしている。島に入った日本人移民たちの表情も明るくなった。9. 病魔。その矢先に病魔が移民たちを襲った。マラリアが発生したのである。雨季の到来とともに蚊が発生し、マラリアを伝染させた。重幸は 2,3 日前から寒気と倦怠感を感じていたが、突然極度の悪寒と激しい震えに襲われた。その後40度近い熱が出る。このサイクルが 3,4 日ごとに繰り返す。キニーネを飲むと一時的に熱が下がるが、継続的に服用しないと慢性化してしまう。ミネオは京一と相談して、女、子供は島から出した方が良いと考え、川を渡ったところにあるミゲロポリスという町の外れに空き家を借りて住まわせた。臨月を迎えた照子、京一の妻と幼児、それにまだフラフラの重幸が移り住んだ。京一とミネオは島に残って他を守った。二人ともマラリアにかかったが、予防にキニーネを飲んでいたので軽い症状で済んだ。10. 合唱。しかしキニーネを買うだけの余裕のない日本人家族には龍馬が容赦なく襲いかかった。熱が下がった時に無理に農作業をして体力を消耗して死亡する移民が少なくなかった。もともと体力のない子供も犠牲となった。夫を失い、子供を背負いながら借り入れの鎌を振るう母親、子供を失い名前を記しただけの墓標の横で借り入れに汗を流す夫婦、家族をほとんど失い島を逃げ出す移民もいた。ほとんどの他の横には墓標が立ち、また密林の中にひっそりと立つ墓碑もあった。島は日本人の墓標で溢れていた。イーリャグランデは死の島と化した。土は良かったが、限られた男手だけでは収穫も限られていた。ミネオラは島を離れることにした。小舟でリオグランデ川に漕ぎ出すと、ミネオはつぶやいた。こんなところまで来てボロ切れのようになって死んで、のたれ死に同然じゃ。どんなに無念なことじゃったか。こんな島じゃ誰も墓にもう出てくれる人間もおらんじゃろう。
待っていてくだせ。いつか必ずあんた方が安らかに眠れるような墓を作らせていただきますよ。ニネオと京一は島に向かって合唱し、志を果たすことなく、死んでいった同胞たちの冥福を祈った。第397号へ続く。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。あなたの心には何が残りましたか？ぜひコメント欄でシェアしてください。動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また、国際派日本人養成講座の最新情報を無料メルマガで配信しています。よろしければ概要欄のリンクから無料登録してください。ご登録をお待ちしております。